私の方が強かった。ただそれだけさ。私の方が強かった。ただそれだけさ。いい運動になったよ。ただそれだけさ。やっぱりここからだわ。檻の中のモンスターはまだ無事のようね。だって、ええ、どうしたブラックハート。あ、いえ、あの猫ここにいるかと思ったんだけど、いないわ。どこに。無事逃げられたということにしておきましょう。そうね。モンスターたちを檻から出してあげるわよ。私も手伝います。ええ、お願い。お前たち、ここで何を。シルクワーム。妙な真似をするな。お前らもこっちへ来い。偉そうに。30秒で倒して。待って、ブラックハート。何よ。今お前らと言ったわ。私たちじゃない、他の誰かも捕まってるのかも。おとなしくついて行ってみましょう。分かったわ。抵抗はしないわ。だから乱暴はしないで。こっちは子供もいるのよ。おとなしくしていれば乱暴はしない。来い。女神勇者様。大丈夫よ、安心して。入れ。なんどうやらレジスタンスの人たちではないよね。まさか。逃げ出そうなどとは考えないこと。あなたたちは一体。君たちは新たにあいつらがさらってきた技術。やっぱり。では、あなたたちがシルクワームがさらって集めているという最新というのはわからないが、そうだ。ここ。なるほどな。ここに囚われていたか。
シルクワームに新技術を使ったゲームの開発をやめるよう脅されながら、断った人間はこうして閉じ込められてしまうんだ。なんてこと。ねえ、パープルハート。ええ、わか、技術者の皆さん、私たちはあなたたちの力を必要としているの。ここを脱出したら、一緒にレジスタンスに来てくれないかしら。レジスタンス？構わないが。ありがとう。よかったわね。このことを早くアルティザンに教えてあげたいし。ええ、ゼンは急げね。こんな折くらい。ダメだわ。ビクともしない。どうして。女神モードの今なら破れると思ったのに。しっかりしなさいよね、パープルハート。だってフィリンだ。この牢はフィリンの魔法で閉ざされている。特定の鍵でしか開かんようになってるんだろう。少ない視野で女神化してるお前たちの力では。そんな。じゃあグリーンハートたち、ここに気づいてくれるかしら。外が片付け終わったら多分。でもどれくらい。こ、困りましたね。こら、待て！捕まえろ！おい、それをどこに持って行く気だ！くっそ、見失ったわ。どこに行ったの？何？この声。ミャオ！あ、あなた！ミャオ！ミャオ！間違いないわ。首に私のハンカチが巻いてある。あの時、私と一緒にいてくれた猫よ。待って、ブラックハート。その猫。これ。鍵？この牢の？にゃ、にゃーん！試してみましょう。開いたわ。なんてこと。あなた、よくやったわね。にゃーん、にゃーん。くすぐったいったら、姿が違っても、匂いでわかるのかしら。疲れているのね。でも今は急いで脱出を。分かってるわ。さあ、技術者の皆さん、外へ。ああ、にゃん。あなたも行くところがなかったらついてきてもいいのよ、アイリー。へえ、名前。あ、うん、いいでしょ。さあ、アイリー。にゃん。シルクワーム三重士とは卑怯な戦いが得意なようですわね。
何言ってやがる。ゲームはライフゲージ残り1からが楽しいんだろうが。楽しめよな。はや、もう一発メガトンビーム。メカフェチ手出ししてんじゃねえ。俺はソロプレイ専門なんだよ。ダメダメだよ。クッキーからマイマイと協力して女神をやっつけんのってお願いされてるもんな。マイマイはやめろっつってんだろうが。ただでさえネプネズミが三日なくてイライラしてるってのによ。ホワイトハート、グリーンハート、あの二人は三重士の。あん、今日それにスララ。早いよ、クッキーが言ってた四女神がさらった。クッキー、クケイのことだろう。三重士ナンバーワン飛び八クケイ。おお、なんだなんだ、そうかそういうことかよ。おい紫女。え、わ、てめえネプネズミだな。姿が変わっても俺はわかるんだぜ。ああ痛かった、マジ会いたくて死にそうだったぜ。な、魔界級のゲームで遊びましょう。変わらないわね、あなたも。気をつけろ、こいつら二人とも前に戦った時より強いぞ。このカルメラマン2が母ちゃんいいだけじゃなくて超強いんだよ。すごい。どうするの、パープルハート、ホワイトハートとグリーンハートは私たちだけで。分は悪いな、逃げる手を。そうね。ねえクロム。はっ、だってあなたももともとは女神だったんでしょ。だったらイースに認められれば、女神がもう一人増えればきっと勝てるわ。いや、おい待て、私は。やってみる価値はある。はい。おい何ごちゃごちゃやってやがる。ポーズなんざかかってねえんだぞ。パープルハート、ほら唱えて呪文を。ち、知らんぞ。ネプテポポック。え、何これ。わかりません、何か機能が誤作動。うわ、クロム、クロムが渦に。待って、パープルハート、このバカが。皆さん危険ですわ。女神勇者様。おいおい、何が起こりやがったんだ。はや、逃げられちった。な、なんなのここは。私たちが女神チャレンジで訪れた場所と、ま、イストワールの内部なのは間違いない。今までの歴史の中で人気だったゲームのステージが再現されているようだな。どういうことよ、意味がわからないわ。私に言われても知らん。ま、よくわかんねえけど進んでみるしかないんじゃない。そうですわね、あの子を外に置いてきてますし早く戻らないと。そうね、進んでみましょう。一気に決めてみせるわ。
うなる必殺の王国過激団。行かないようですわね。Thank you.
わないようですわね。決める、敵じゃないわ。
覚まれたわ。くそ、あの竜巻。後ろに下がって距離を取ってみてはどう？ダメですわ。距離を詰められてしまいます。諦めて戦うしかないんじゃない？普通にバトルしたら普通に勝てたわね。こまめなセーブは大事だよね。もしかして中で生活している人も延々観察させられるんじゃ。待って、何か書いてあるわ。クロムちゃんとフィリンのお部屋。これは私の部屋だ。かつて女神だった頃、私が、いや、私とフィリンが生活していた部屋だ。でもどうして。イストワールもずっと一緒にいたからな。おそらくそれが構築されている。だがなぜ今さらこんなものが私の前に。でも他に道はないわ。進むには。分かってる。開けるぞ。開かない。鍵は。いや、かかっているようには思え。クロムが見たくない。言ってくれるな。あ、いえ、私はただ。そうだな、正解だ。この先にあるのが、クロム。だが、私は受け止める。逃げない。引退したとはいえ、女神だからな。ここで引いては、初代女神の名が廃る。開け！はぁ、行き過ぎよ、クロムちゃん。さっきのところに隠しブロックあったのに。クロムとフィリン。ああ、ここは私の家で、女神だった私とフィリンは一緒に暮らしていた。やっぱりフィリンも女神だったのね。そんな気はしてたけど。私はこの世界で最初の女神として、フィリンは私のサポートとして生まれたんだ。なあ、もっと早く言ってくれフィリン。私は走り出したら止まらないんだ。私の指がダッシュボタンから離れるのは私が死ぬ時さ。かっこいい。まあな。あ、死んだ。次、フィリンの番だぞ。はーい。私はね、ゲームはゆっくり隅々まで楽しみたいな。よし、行くぞ。ゲームなんて自由に好きに楽しめばいいのさ。うん、楽しいね、クロムちゃん。私、ゲーム大好き。昔はな、フィリンはどんなゲームも楽しそうに遊ぶいい子だったんだ。最初から上手いタイプじゃなかったが、何度も挑戦して上手になっていって。私はそんなフィリンがゲームで遊んでるのを見てるのが好きだった。うん、ここね、ぴょんぴょんって連続ジャンプが難しいのよね。噛んだな。ぐぐぐ、噛んでないもん。いいさ。まあ、クロムちゃんのバカ、意地悪、大好き。仲、良かったんですのね。そうだな。私もフィリンが好きだった。フィリンが、そしてフィリンとゲームを楽しんでいる時間が、いつの間にかあいつが家からいなくなって、見つけた時にはシルクワームのトップなんてものになってたが、今でも本当は
倒すんじゃなく改心させたい。改心ね。素敵ね。私は賛成よ。元よりただ倒すのじゃなくて敵を改心させて仲間にするのが勇者だものね。その姿でも言うのね。まあいいけど、私も賛成よ。ええ、ゲームを遊んでる様子を見ればわかりますわ。フィリンは悪い子じゃありません。本を燃やそうとしたことは許せねえが、仕方ねえ、協力するぜ。ありがとう、お前たち。ねえ。ああ、いつも私の傍らに置いていた。懐かしいな、イストワール。私はまだフィリンの女神でいられるか。慣れたか。私にもまだできることがあるんだな。これがクロムが女神だった時の姿？ん？クロム、あなた、そのゲーム機は？私のゲーム機だ。お前たちのに比べると古くて処理能力も低いがな。レトロゲ？そう呼ばれる時代か。年は取りたくないものだな。あれ？もしかして気にしてる？年齢。うるさい。用は済んだ。戻るぞ。ええ。え？何あれ？大きい。私の姿が女神じゃなくなっている。どういうことだ？皆さん、無事でよかったです。イストワール？はい、全部見ていましたから。クロムさんはネプテューヌさんたちに女神を継承して、今は女神ではありません。だから女神の姿を取り戻しても、その姿でいられるのは記憶の世界、私の内部だけですが、ある程度の力は戻っているはずです。確かに感じる。ならば十分だ。ええ、頼りにしてるわよ。まさかお前に言われるとはな。女神勇者様、よかった、無事だったのね。マイマイとスララは？クソゲーって言ってどっか行っちゃいました。てか、何なんだよあのデカブツは。ボス級のモンスター。改造されてはいないようですけれど、いわばボス。怒っているようだな。はい、汚い人間どもめ、我ら同胞を拉致し、醜い姿に変えよってと言ってます。どうやらここの一帯のモンスターのボスのようですね。危ない。何よ、完全にとばっちりじゃない。どうしますの、話ができる相手ではありませんわ。イストワール、事情を伝えられないか。そんな時間はなさそうだぜ。来るぞ。
て。手だ。はい。むしろよくここまで持ったという。見てモンスターが、もうおとなしく倒れっとする。入れ。にゃん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 。にゃん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 。会話してるのかな。あれ、無理に動かないように説得してくれてるのかしら。だったらいいけど。なんだなんだ、すげえなお前ら。ほよみ、あなたたちは。いや、感謝感謝、いい感じに潰し合ってくれて。おさて、そんじゃさっきの続きと言いかせ。卑怯よ。頭脳プレイといいな。クソゲークリアするには頭も使わねえとな。そら、行くぜ。な、何？ボスモンが起き上がりました。ちょ、さすがに両方を相手に。でも、様子が。はい、すまない。勘違いしていたようだな。ザコは私に任せろ。出す。にゃーにゃー。おー、アイリーのおかげっぽい。あなたが説得してくれたの？にゃん！あ？なんだ？こっちに向かってきやがる？おい、てめえら！あっちはてめえらでなんとかしろ！そんな！無理です、教皇様！いいからやんだよ！おら、ネプネズミとキャッキャウフフしなきゃなんねんだ！あたしも遊ぶ！遊ぶ！シルクワームの隊員どもはボスモンが引き受けてくれるよ。やるぞ。でも今の私たち。待ってください。変ですわ。え、にゃにゃん。ああ、こらダメよ。鼻にゃんにゃん。ほらほら、ボサッとしてんじゃねえ。キューイ。仕方ないわ。このだったらネップネップに帰っ。さあ、難易度インフェルノだ。楽しみだ。これでどう？アイムエターナル
た、難易度インフェルノもクリアしちまうのかよ。すげえな。ほよ、負けきった。敗者への旋律は慰めのロンド。不甲斐ない、戻りなさい、マイ、スララ。あ、ねえねえ、マイマイ、クッキーが呼んでるみたい。戻らなきゃ。だからマイマイって呼ぶなって。じゃあな、ネープネズミ、また遊んでくれよな。いい加減お断りだよ。疲れてるわね、ネプテューヌ。勇者というより主人公の定めかな、もう。あ、ボスモン。シルクワームの隊員たちもいなくなってるわ。追い払ってくれたの？大したことはない。改めて勘違いのことを謝らせてほしい。すまなかった、私は猿だすにゃ。言葉はわかりませんが、なんだか分かり合ってる感がありますわね。さらばだ、だそうです。よくわかんないけど、ありがとう。あたりにシルクワームもバケモンの姿もないみたいだし。や、疲れた。これは温泉でも行かないとやってられないよ。温泉、そんでお風呂上がりにプリン。その前に技術者をレジスタンスまで連れて行かんとな。やる。女神で勇者なのに。女神で勇者だからでしょ。行くわよ。レベルが上がっているレジャーマジンパイ。よくやった。当然のことをしたまでです。なんとかなったの？しろ、うん、もうネプネプのネプーにね。それにこれは偶然だけど、城に囚われてた技術者たちも解放することができたわ。あー、すごいです。それじゃみんなで帰りましょうか。あー、それなんだけど、私とコンパここに残っていいかな？え、どうしたの？怪我人の手当てしてる時にね、その中にいた遊園地で働いてる町の人から頼まれたの。はいです、人手が足りなくて困ってるです。それでね、手伝う約束をしたのよ。残ってもいいわよね。優しいんですのね。そっか、寂しくなっちゃうけど。うん、いいよ、また会えるしね。そうね、また。はいです、また必ず会うです。フラグの匂いがするわ。余計なこと言わない、ブラン。元気でね、IF コンパ。ネプテューヌ、行きましょう。おお、温泉じゃなくてレジスタンス。でも温泉も行きたい、タコマガオ。温泉ですか、リーンボックスにあったかしら。ガンガルンのように。じゃーん、
通りだ。くれくれ。聞かないよ。もう終わりにしよう。私の本気を見られたことを誇りに思って消え失せろ。オーバーデイ。さようなら。今こそ勇者の力を見せるとき。世界を救うため、私が必ず打ち倒す。狙い通りだ、狙い通りだ。決めるそれ。でも狙い通りだ。くれ。決める。面倒な。狙い通りだ。もう終わりにしよう。私の本気を見られたことを誇りに思って消え失せろ。オーバーレイ。さよう。この程度なんでもないわ。遊んでる暇はない。変身完了よ。外すなんて。聞いてないぞ。聞いてない。外す手応えがないもん。手応えがないもん。助かったわ。手応えがないもん。私に任せなさい。これで決まりよ。いい手応えね。やっ。容赦しないわ。聞いてないぞ。聞いてないぞ。
覚悟。よらっ！